か。おはようございます。今日は平岡神社から、はい、山頂まで行って紫陽花園に行きます。行こう。しようか。階段登らないかんだけど。頑張ろう。トレーニングやからな。頑張る。平岡展望台です。まあまあちょっとアブめっちゃおるな。とりあえず。お金かほんまやな。これなんやろ。ほんまや。なんやろ300。残念しちゃう。そうな。大阪城行かれへんかったやつやろ。あれ好きやね。ふれあいラジオ体操をやってます。行こう。あ、どこから前中から行こうなんかな、真ん前と思うな。ちょっと、ね、恥ずかしいしな。かっこいいやろ。はい、行こう。ゲート、もうちょっとか、アジサイまで。アジサイの方行きたいからゲートもう一個通っていこう。え、猫が現在地ってことじゃ、うん、だからゲートの方やから、うん、こっち行こう。行こう行こう。アジサイ咲いてんかったらびっくりするけどな。でもなんか昨日この山っぽでは、うん、満開ではないけど、うん、結構バーッと咲いてる。草加園地は行ったことないかもしれない。こっちだと、うん、綺麗なトイレを。で、案内所閉まってるっぽいな。ぬかた園地案内所。で、ついにアジサイや。アジサイ園やったわけ。もうついとったんや。気づかなかったわ。なんかちょっとしか咲いてないで。雨の日に来たら綺麗かもしれないね。あえて。まあ、けえへんけどな。一等三角点や。ツイッターで。どうする？とりあえず行ってみる？レストラン。行ってみようか。よもぎちょっと食べたいけど、ちょっと見てみようか。ぷかぷかパンダ。購入しました。並んでる。これに乗ろうと思います。600円。あ、こんなんなんや。どっちがいい？こっち前。こっちに2人座ったらいいか。え、知らんねん。え、どうなん？分からん。進行方向どっち？じゃあここをしようか。な、酔うよな。はい、ありがとうございます。じゃあ動いている間立ち上がらないようにお願いします。おぼしかというか、なんかちょっと足そわそわしてきた。へー、帽子打った。あ、結構早い思ってたよね。あ、ちょっと怖いかもやっぱり。何がさ、あの自転車の行けんでやんな。あ、ごめん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 、これでかい。すごい。あ、でもこの辺ちょっと咲いてる。咲いてると言っていいのか。色づきはないけど。今しか見れないよ、この2個ぐらいしかない。2個咲いてる。あ、ほんまや。ちょっとしか、うん。これはこれでラッキーっていうことにしとこうか。うん、また来年。めっちゃ近いのに来年にすんねん。せえ。いい匂いするやろ、めっちゃ、うん、今1時40分。うん、
なんで時間言った？2時半ぐらいまでランチやってるから希望を、希望を持って。通ったらあかんの。トトロってわかるか、わかる。マクロクロスケはわかりやすいな。トトロちっこいの、なんかこっちの横っちょにおらんかったっけ。おらんくなった。ほらカメラやったらちっちゃいトトロなんとなくわかるわ。東大阪の。茶そばちゃうわ。名前変わった。よもぎそばやった。間違えた。お腹減りすぎて。食べたって言っちゃった。よもぎ、うどんザベ。携帯さらにするここで。お腹減りすぎてる。よもぎうどん、あ、よもぎうどんか。